つくしと大輔の YouTube チャンネル始まりましたね。ごたごたで始まってしまいましたね。始まってしまいました。外は雨が降っているのかな。そう、若干雨の音が聞こえてきます、ね、どうなんですか。こっち雨多いんですか。雨ね、意外と多い。ああ、そう、ニューヨーク意外と多い。そう、日本と変わらない。あ、結構雨降ってますもん。でもこっちの人たち雨降ってるのに傘ささない。そう、傘ささない。なぜなぜ頭はげちゃうよみたいなどうしてみたいな。三セーブ大丈夫、うん、本当ですよ。これはびっくりしたですね。僕もびっくりしました。ちょっとの雨で逆に傘さしてたらなんかあいつ弱えなって思われそうだ。マスクもしない。マスクもしない。マスクしてたら笑われるっていう、ね、まあそんな感じでね。わかりました。日々過ごしてますけど、はい、ちょっと今日はちょっとこれは僕の提案で初めて提案させてもらって多分全然インパクトないからちょっと心配なんですけど睡眠っていうね、はい、これ大事だけど、はい、意外とその睡眠っていうものをしっかりと話してる人たちを聞いたことがないと思ってちょっと話してみたいなと思って。なるほどですね。特に兄さん、睡眠大事なんですか。まあそうだね、大事です僕は7時間半寝ないと。そうなんですよ。ここ最近俺が朝から起こすからなんか鼻血が出てきたとか言い出して朝からなんか変な空気になったんですよね、まあ、いきなり。まあね、そう。まあかといって彼はね、まず実は僕が治ってないせいか朝3時に起き、まあそこはいいんですよ。朝3時からね、本当にせっせと仕事をして、はい、勉強して、はい、ただお昼の1時ぐらいに帰ってくると寝ているそして夜の9時ぐらいまで寝ているとそしてこれが終わったらそこで寝ると。一体何時間寝るんだというね、7時間半を優に越してるんじゃないかっていう感じですけど、はい、まあ、まだね、治ってないからしょうがないのかな、まあ、これやっぱ治ってないですかね。治ってない。なんだ、はい、俺もそうだった。そうなんだ。だからもしアメリカとか、まあ、海外に行く人、最初の1週間ぐらいは全然、なんだろう、もう体が眠くて眠くてしょうがないけど、気にしないで、それが普通ですから。なるほどですね。でもね、この睡眠、何を話したいかというと、はい、ちょっと僕が最近見つけた、はい、まあ、新しい商品っていうので、はい、睡眠について、その、この後で、皆さんにもぜひ見てほしいんですけど、リンク載せてるので、その機械をね、こう頭につけると20分でいい。そう、2時間、2時間、2時間でもう睡眠時間全部取れるみたいな、うん、これすごいなと思って。何なんですかね、本当に。まあ人間の睡眠って多分皆さん知ってると思いますけど、このノンレムっていう、はい、で、人間っていうのはこの1時間半サイクルでこのノンレムっていうのが行われてると。で、この、頭が寝てる時も頭と体どっちかが働いていて、このノンとレムの時間をこう交互に、体が働いてる時間と頭が働いてる時間で、この頭が休んでる時間に起きちゃうと体、すんごく、目覚めが悪い、うん、で頭が動いてる時に起きるとすっきり起きられるっていうのが一応定説としてあって、このそれが1時間半サイクルでぐるぐる回ってるっていう、うん、でこの1時間半サイクルの中で一番気持ちがいいタイミング、このタイミングをその、なんだろうな、その機械をこう察知して、うん、で、2時間ぐらいでパッてこう起きた時に、うん、一番気持ちいい時に起きれるような、うん、でもすごいこう深い眠りになるようななんかあるらしいんですけど、ちょっと詳しくわからないんで、まあ、見てほしいんですけど、うん、ちょっとそれがあって。いくらするんですかそれ。今ね、いや、わかんないけど、5万円ぐらいだったかな。ああ、じゃあ買え…もうちょっと安かった、3、あ、ちょっとごめん、3万だったかな、1万だったかな、ちょっとわからなくなっちゃった。まあ、でも、まあ、10万とかはしなかった。なんていうやつですか。まあ、これによると、なんか、睡眠コントロールマシンを搭載したアイマスク、ニューローンっていうのがね、もう、20分を6回とかで8時間以上寝たようなスッキリ気分にっていうものらしいですよ。で、この、なんだろう、寝る人のパターンを覚えて一番快適な睡眠モードを作ってくれるっていう、何かわからないけど。で、果たしてこのね、こう進歩していくとやっぱこういうこともできると思うんだけど、価格は一つ299ドル299ドルだから
っていうことは2万、3万円。そう、3万円買おうかな。早速もうちょっと、まあ、でも普通にだっていつもさそんなに寝てないからね、いらないんじゃない、そもそも。だっていつも4時間か6時間でしょ。そう、羨ましい。大輔にさ、1時間半寝ないと鼻血が出るって言ってさ、マジ今日なんかすっげえ俺朝から悪いなーっていう、こう肩になんか乗ってる。そう、大輔兄さんにこれ買ってあげたいな、ちょっとこれはね、いいなと思って。うん、そうなんですよ。で、睡眠ってどうやって取ります、どうやって取りますっていうのはちょっと質問の仕方が悪いな。睡眠を、その僕は結構枕とかにすごい、あ、僕 DVD とかテレビですね。あ、見ながら、テレビ見ながら寝てますもん、昼の場合。僕そうっすもん、はあはあ、なんか相棒見ながら毎週寝てますもん。あ、毎日今、じゃあもうこう見ながら眠くなって寝る。そう、だからほら俺今することがあまりないから、うん、何しようかなと思って、ほら日本時間で昼から夜にかけて、今寝てないよね、大丈夫。寝ない。昼から夜にかけては打ち合わせとかできるんだけど、夜の時間じゃないですか、変な。そうです。だから、あー、何もすることないなーっていう風になって、2時とかぐらいに、ちょっと DVD 見ようかなって。うんうん。で、そっち行くんですね、ベッドの方に。で、パッとこうしてると、いつもパッと気づくと、兄さんが隣におるみたいな。隣で一緒に寝てるみたいな。なんかこう2日間今日は大福兄さん起きてたけど、うん、そうね、うん、でもたまに昼寝するから。そうそうそう。でも昼寝は結構する方しない方ですね。あ、しない方。あ、そうなの。なのにここやばい、最近もう快適な睡眠が提供されてる。そうだから、まあでも今からもちょっと眠くなってきたので、あ、もう眠る。今から寝て明日、まあ4時、5時ぐらいに起きて、なるほどね、洗濯行って起こさないでね。僕起こさないで。明日何時起こせばいいんですか。明日は9時半ぐらいで。あれ食えないですよ、オムレツ。あ、そうか、じゃあ9時で。9時で、わかりました。じゃあてな感じで、ちょっと途中最後、はい、すごいあのプライベートな話で終わってしまいましたけど、はい、はい、ぜひこれをちょっと皆さん、これぜひリンク見てほしい、うん、面白いですよ、はい、っていう、まあ、皆さんの睡眠をちょっと教えてほしいなっていうのもありますけど、ね、うん、っていう形で今日こんな感じで終わりにしたいと思うんですけど、わかりました。次何にしましょうか。次、第、これで、だんだんね、ネタがなくなってくるっていうことですね。実は僕ら明日、ちょっとお出かけしようと思ってて、はい、あの、こっちでストリップっていう場所があって、うん、今そこに僕ら明日潜入してみようっていうところで、アメリカのストリップどういうのっていうところで、ぜひレポートっていう形で、なるほど、したいと思います。なるほどね、はい、行くんだね、本当。行きましょう。僕は結構、はい、あの進んでいく感じぐらいの、だから僕進んでいくんで、進んでいく、はい、なるほど。ということで、はい、で、あさってはウォルマートに買い物に、あ、ウォルマートね、はい、行くんで、かなり大きいところです、ね、はい。あ、ウォルマートっていう、あの、ま、日本でいうと何がいいの、イオンとか、イオンみたいなところです。そこをちょっと中継しようかな、ぜひぜひ思っておりますんで、この2日間はだからちょっと日本の動画だけれども内容はすごく濃いものになっているんで、またこういう感じは3日後にお会いできる、はい、よろしくお願いします、思うのでぜひぜひよろしくお願いします。ではそれではまた See you next time.